にちは、アリスランドの成田愛子と申します。今日自宅で撮影しています。で YouTube なんですけど、今まで、スライドショーみたいな感じで可愛いソルトの画像を、ね、皆さんにお見せするっていうスタイルでやってみてたんですけど、ちょっと思いつきで、今日はソルトでいつもこうリーディングしたりとかしてるんですけど、オラクルカードっぽい感じ、カードじゃないんですけど、そのオラクルみたいな感じで、やってみようかなっていうふうに思ってます。ちょっと初めての試みなのでドキドキしてるんですけど、オラクルカード知ってらっしゃる方はなんとなくこう1枚引きとかね、3枚の中から1個選んでとか、なんか2枚引きとか多分やったことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今回はカードじゃなくてアリスランド の, ソルトの中で、今日、お店で、瞑想してた時に、今日つながるソルトを、3つリーディングして、1番は2番は3番はっていう形で、つながって選んで、で今日持ってきています。でなんか気楽な感じで、やってみてもらえたら楽しいのかなっていうふうに思います。すごくこうリーディングとか、なんかこうオラクルとかはどうなのかな、ちょっと人によってこう捉え方違うと思いますけど、割と私はこう軽やかなイメージで、この YouTube できたらいいなというふうに思っているので、なんか今日のなんか占いじゃないですけどなんかそんぐらいの、軽やかな感じで、直感で、選んでもらって、ふむふむそういう感じかみたいな感じで、なんかこう感じることがあったらいいかなと思います。ちょっと自宅なので生活音がすごいいっぱいするんですけど、本当はねサロンでお店で撮ってこようかなと思ったんですけど、今日ねなんと工事が終わったんです、1階の方やで、そういうのもあってちょっと1回目はちょっと自宅で撮ろうかなと思って持って帰ってきました。つながって選んできたソルトで、3つ、1番、2番、3番で、早速やってみたいと思います。まあ多分ね、いろいろ説明するよりやるのが一番早いと思うので、ちょっと体感してみてもらって、なんか感想とか送ってくださると、まあ、嬉しいかなというふうに思います。では、もう早速ね、ここに風呂敷みたいなのにこう隠して、1,2,3とこうカードじゃないのでこう裏返せないので、ソルトをこう隠した状態で1,2,3と置いてあります。はい、決めたでしょうか。この中からソルト出てきますので、後で詳細のところにそのソルトの、まあ、リンク商品ページが映るようにしておきますので、商品の詳細をこと細かに読みたい方は、ぜひタップしてみてください。で、私いつもその商品ページは自動書記で書くんですけど、本当に覚えてないんですね、こと詳細には。ただそのソルトのテーマみたいなのは頭に入ってるので、まあ、そのテーマ と、これは今どういう感じだよみたいなのをちょっとアナウンスできたらいいかなと、思います。はい、決めたでしょうか。1番、2番、3番で選んでください。では1番から開けていきたいと思います。ドキドキ。じゃこういう感じでちら、はーい、出てきました。じゃーん、見えるかな、反射しちゃって。愛のソルトです。1番、愛のソルト出てきました。かわいい私がすごい大好きなソルトの一つなんですけど、このソルトのテーマは、まあ、そのまま愛のソルトって言っちゃってるんで、まあ、愛がテーマなんですけど、アリスランドでは愛がつくソルト、ラブとかがつくソルト結構いっぱいあって、で、まあ、その中でもすごくシンプルで一番最初にそのラブがテーマでできたソルトだと思います。それでですね、このソルトは愛の中でもなんかいろいろこうランディングページにいろいろ書いてるんですけど、このソルトができた時に一番その出てきたワードが罪悪感とか、そういうのが出てきました。あと
罪悪感を手放すとか、ジャッジをやめる、ジャッジしないっていうような、メッセージがすごく、出てきた。そんなことを覚えています。結構ね、昔初代のやつはこれリニューアルしたバージョンなんですけど、初代の時はもっとあの色味がね、薄いピンクなんですけど、もっとあのなんかかすかなピンクでした。ちょっと濃くなった感じです。はい、このソルトのテーマは、まあ後でね詳細、リンク貼っておきますけれども、罪悪感を手放したり、ジャッジしない、そういうテーマのソルトになっています。1番を選んだ方、何かピンとくることがありましたでしょうか。あとですね、使っている精油はあのね、呼吸が深まるようなそういう精油を使っています。こう香りを嗅いだ時にスーンとこう吸い込みたくなるような、そんなソルトを目指して作りました。まあ、そんなメッセージで、愛のソルトは出来上がっております。なんか最初はね、あのページをねただただ読もうかなとも思ったんですけど、なんかちょっと長いのと、なんかやっぱ今の私の言葉で伝えた方がリアルかなと思いまして、愛のソルトでした。愛がテーマの、皆様1番ソルトでした。はい、では次2番選んだ方、こうね、いろんな存在にサポートしてもらいながら作ってるんですけど、出てきたよ。2番、じゃーん、見えますか。なんか反転しちゃってんのかな。アセンションソルトと言います。渋いよね、今猫がここでねじっと見ているアセンション。この方もアセンションされるのかしら。アセンションソルトは、まあ、言うまでもなんかアセンションってこうすごいよく聞きますよね最近。私がなんか、これ作ったのはおそらく1年以上前なんですけれども、1年以上前にそのアセンションだって感じた時に、あのダダダダダーとこう降りてきた分とともに出したのが、このソルトです。すごい渋いのでね、まあ、テーマはアセンションなんですけど説明しないんかいって感じですけど、アセンションがテーマです。今すごくいろんなところで聞いてて、で私自身はあの今日これを選ばされて、やっぱ今日これなんだってちょっと思ったんですけど、あんままだピンときてなくて、まだ自分のそのこれ作った時にはすごいピンときてましたけど、またその段階を経ていくんだなっていうのは情報として頭に入ってるし、耳からもいろいろ聞こえてくるんですけど、まだこう腹の底に落ちてない感じがして、あこれ選ばされちゃったぐらいの感じなんですけど、多分なんか今日なのか、それともまあこれから の生活の中でなのか分かんないですけど、なんかピンとくるタイミングが後から答え合わせで出てくるのかなっていうふうに、あの今の私自身は感じています。で、あのこの、オラクルソルト、ソルトでオラクルみたいなことやっていますけれども、必ずしも皆さんがあの私の喋ることに同意する必要もないですし、何かこう反応、自分の中で、反応があったら、それを大切にしてほしいなというふうに思いますので、違うっていう反応かもしれないし、うんうんっていう反応かもしれないし、思い出したっていう反応かもしれないし、それは分かんないんですけれども、何かこの気づきのエッセンスみたいなのがきっとこれを選ばされたことによってあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、目覚めてる方もすごく多いと思うし、目覚めるって多分一回きり、一回ぽっきりではないと思うので、それをどん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 こう経ていく、そういう段階に入ってきてるのかなと思います。なんか真実を見る目が、あのなんていうのかな、情報に踊らされなくて、あの真実を見る目がそれぞれに養われているっていう、そんなあの体感もしています。いろんなこう時事ニュースみたいなのあの見ていても、やっぱネットとその猫がネットとかなんかそういう情報とかを見ていても、やっぱ情報は自分で取りに行くっていう、あのそういうあのフェーズになってきてると思うし、うん、なんかこう変化を感じるなと、私自身もこれは主観ですけれども思います。はい、アセンションソルトでした。2番の方、何か感じるものがありましたら、その体感、ここに置いておこうかな、を大事にしてみてください。そして、最後3番を選んだ方出てきます。じゃーん、これでラスト。じゃん、あ、ちょっとお家に持ってくるときにあのバッグが揺れちゃってちょよれちゃったけど、2色のグリーンとホワイトのソルトです。オープンザゲートって書いてあります。オープンザゲートソルト、はい、これ食品です。さっきの、愛のソルト、1番の愛のソルトと2番のアセンションソルトは雑貨でした。これは食品で食べることのできるソルトです。
はい、オープンザゲートは、割と、アリスランドの中では歴史が深いソルトでして、もうこれもリニューアルして瓶とか変わってるんですけど、初代のものとはバージョンアップして、カートに並んでおります。オープンザゲート、まあ、そのまんまなんですけれども、ゲートを開く、そんなソルトです。またね、ゲートがどうのって話結構聞きますよね。2020年のゲートのお話、2021年かな、うん、まあ、情報として皆さんキャッチしてらっしゃる方もすごい多いと思いますけれども、このソルトは私がこれを作った時は、ゲート空いてるゲートに飛び込んでいくっていう、そういうイメージよりは自分でゲートを開いて進んでいくんだよっていう、そういうソルトです。で、皆さんが、どういうことを意図するかはそれぞれだと思うんですけれども、私自身はこのソルトにができた時、ゲートが開かれているのではなく自らの意思で、開く、そしてそこを進んでいくっていうふうに自分で決める、そういうなんか決断の瞬間かなっていうふうに思っています。で、今これが3番として選ばされたので、まあ、今タイミングの方がもしかしたらいらっしゃるのかなというふうな印象を受けています。ゲートを自分でこう開いていくんだ、新しい天気の時とかね、もしくは、何かこう決断をして、何て言うんだろう、いつもと違う選択をする、そういう勇気のある選択をする、そういうような段階の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないと思います。ゲートを自分の手で開いて、そこを自分の足で歩んでいくっていう、そういう力強い、でも、食べるとほっこり優しい味のする、オープンザゲートソルトでした。1番が愛のソルト、復習します、ジャッジしない。そして、2番がアセンションソルト、なんかスピリチュアルなことちょっとよくわかんないわって方はなんか、なんとなく聞いて忘れちゃってもいいと思います、そして3番がオープンザゲート、ゲートを開きます、自分の手でね、そんな3つのソルトが、今日の、リーディングで、1番、2番、3番で出てきました、皆さんは選んだ、番号どうでしたでしょうか。ぜひ感想なども教えてくださると嬉しいです。こんな感じで軽やかに、そして何て言うんだろう、自分のこう反応するポイントで何て言うんだろうな、深く重く受け止める必要なく、また痛みを伴わずに自分を、知る瞬間とか、まあ、こんなことで自分が知れるかなっていうね、疑問とかもきっとあると思いますけど、なんかこうちょっとした占いみたいな朝のニュースの一番最後に聞こえてくるような、なんかこうちょっとした、うん、なんか自分の中に取り入れるも入れないも自分次第でみたいな、うん、そういう軽やかな感じでちょっと続けてみようかなと思います。はい、ぜひ感想など教えてください。毎日更新できるかは分かりませんが、できるだけ、心が整った状態で、選べる時に、やらないと意味がないと思いますので、私が整ったタイミングで、更新していきたいと思います。ぜひ楽しみにしてくださると嬉しいです。チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。これからもちょっと見てくださると嬉しいです。では今日も見てくださってどうもありがとうございました。今日一日が皆さんにとって素晴らしい一日でありますように、夜の方もねいい夢見れますように。ではありがとうございました。